はい、えー、マスクの作業に移りたいと思います、えー、マスクはですね先にやった、えー、シェイプレイヤーといろいろとですね、似通った部分があるんですが主にマスクというのはですね、えーまあ、映像なりですねこういった、えー、インポートした画像を、まあ、切り抜く、まあ、特定の形で型抜きする、えー、そういった作業になります、えー、今回まずマスクのですね、一番、まあ、基本的なところとしてご紹介の方をしていきたいと思います まずですね通常にコンポジションの設定されましたら、レイヤーから新規のちょっと平面を作っていきたいと思います。まあ、ちょっと何色でも構わないんですがある程度ちょっと分かりやすい色のを選べたいと思いますので、はい、このような形で、はい、まず平面の。 作りますすそしてですねまずマスクなんですけども、えー、ちょっとこちらの方をご覧いただきたいと思います、えー、今ペンツールと長方形ツール出てるんですけども、えー、マスクはですねこうした形の長方形、まあ、楕円形とかですねスター,、えーそういったものをですね、えー、切り抜きのように作ることができます、えー、これはですね前回説明しました、えー、シェイプレイヤーと同じですねシェイイプレイヤーと同じような形で、えー、作るんですけども、はい、あとペンツールこれはですね自由な形にペンの まあこう反っていくみたいな、えー、そういった形で作ることができますさあ今回ですねまずはちょっと科ルやってみたいと思いますまずはですね、えー、一番分かりやすいですね長方形ツール、はい、こちらの方を選択します、はい、画面にはですね、えー、ちょうど今の新規平面が出てるんですけどもこのイエローの新規平面のところを選択して、はい、このような形でくり抜いていきます はい。これ自由な形に行うことができるんですけども、Shift キーを押すと、しっかりと縦横をです、ね、維持しながら、拡大縮小をしていきます。はい。まず、ここで、新規平面のこの部分ですね、四角形として切り抜きが完了いたしました。 でここでよく間違えちゃうことはです、ね、このイエローの平面を選択しない状態つまりここが選択されてない状態で四角形やとどうなるかというとイエロー平面が選択されてない場合にです、ね、同じことをやってしまうと、はい、なんとです、ね、このような形シェイプレイヤーができてしまう、まあ、これご覧いただくと分かるんですけど上にできてしまいましたねですから間違いのないように必ず切り抜きたい画像なりムービーなりですねそういったものを選択してから 切り抜きのポイントを測るといったことがメインとなります無事切り抜きが終わりますと今度はこのイエロー平面の方のです、ね、下のレイヤーを見ていただくとですねここにトランスフォーム以外にマスクという項目が加わりましたこれはマスクを作ってないとこのマスクというのは現れませんさあここをちょっとクリックしてみますとマスク1つまり画面上にこのイエロー平面に当てはまれたマスクが1個ありますよ ま、この四角形ですね。四角形のマスクがそれを指しています。そしてさらにマスクの項目になりますと、パス、ぼかし、不透明度、拡張などですね、様々な項目が現れるのが確認できます。さあ、マスクなんですけども、今1個だけ引いてみたんですが、例えば複数のマスク、ちょっと作ってみましょう。今回は楕円形で丸を1個くり抜きます。そうしますと、マスク1と表示されました。次にもう1個ですね、今度は、はい、多角形の。 もう1個ですね。このような形で作っていきます。はい、2つマスクが出来上がりました。画面上にはマスク1。そしてマスク2といった形の2つのマスクが確認できます。え、2つ以上のですね。マスクを作るとどういうことが起きるかちょっとここでですね説明していきたいと思うんですが、例えばマスク1。そしてマスク2と2つあると思うんですけどもこれがですね例えば。 下のマスク2の方ですね、ここで減算やりますと、くり抜かれたり、要は重なった部分が重複してくり抜かれる、または交差ちょうど重なった部分のみが出たりする、そしてそうです、ね、差とか、これは重なった部分のみが逆に今度くり抜かれる、そういったことなどもいろいろと作ることが可能となっています、またマスクの方ですね、今このマスクの線の色なんですけども、ちょっとよく見てみるとですね、はい。 ここんな形の色がです、ね、出ています2つ、えー、これはちょうどマスクと書かれたこの部分の色に、えー、ちょうど同じ色が当てはまっています、えー、例えばですねこの色を変えたい、えー、背景が赤色なのに赤色のマスクをするというのはなかなか見にくいものですよねそうした場合にはこういった形でマスクのこの部分色の部分を選択してちょっと赤に変えてみましょうとすると、はい、この部分ですね赤色の線にマスクが変わりました こうしてですね、マスク、さらに見やすくですね、いろいろとカスタマイズすることができますので、背景に合わせて用途を選んであげるといいかもしれません。